初夢。初夢ですよ。最初、一つは、また前にいた会社の先輩、今はもう関係ないんだけどね、出てきて、その人が野球チーム、草野球だけどね、やってて、坂道で地元だけど見たことのない場所で、結構都会っていうかね、地元にしちゃ都会のような、地元じゃないような感じだけど、でめっちゃ地元で、暴力事件だね。先輩が、僕は全然ただ知り合いみたいなレベルだけど、ね、直接関係ないんだけど、全く起こして、でニュースになって、その現場を僕が後で、あ、ここかって、仕事で行ったからね、まだもう別の仕事入っだから僕はもう、ね、その前の会社とはもう違う仕事してるから、たまたま通って見に、あ、ここかって、跡があったから、その道路に。で、なんか、そんな感じかな。で、仕事場に戻ると、事務所があって、ビルみたいな、見たことのないとこだね。で、スタッフたちが、あれってなってて、事務所のなんか集合ポスト、事務所だけじゃないけどね、が入って、集合ポストが荒らされてて、破壊されてて、なぜなんだろうね、誰がやったんだろうってなってて、で戻ると事務所に入る。ってか、一旦帰って、事務所に入ると、いつも YouTube、 だからそこからは SNS の世界で知り合った人、じゃあ直接会ったことはない人のような雰囲気の人、わ かんない、誰だかわかんないんだけど、なんかちょっと知ってるような人、誰だかわからないんだけど、中年の男女が話してて、その横にどうやら僕の夢の中だけどね、現実じゃないんだけど、現実では知り合い程度だと思うんだけど、知り合いでもないと思うんだけど、よくわかんない人がいて、女性、若い女性だな。で、日本人じゃないっぽいんだよね。アジア系の女性が、どうやら彼女っぽいんだよね。が待ってて、じゃ日本人っぽいっていうかね、日本人じゃないような雰囲気の。夢が終わった、そこで、会って、その人と会って、ミスチルのやつ、なぜか僕歌いながら歌ってたんだ、その会ってる、聞かせてたんだ、そう。聞かせて、曲はね、聞いたことある。ちょっとやつで、ね、何の曲だったかな。キャンディーっぽい、なんかそういう、なんか
何の歌だったっけ、忘れちゃったよね。何のかな、実在してないのかもしれないし、そう、似てる曲はあると思うけど、実在してるような曲じゃない。の聞かせてて、歌ってて僕が、手を割って、夢が終わったような、そこで。そこで夢が終わったか。とりあえず、ここで区切るか。